今回の、ラジオでは、石彫専攻の学生と、金属専攻の学生と、まあ、このね3人でねこう話をしながらこう金火の彫刻の雰囲気をねちょっとお伝えできればいいかなと思いまして、今回は進めていこうかなと思います。ではまずねこう自己紹介からしていきましょうかね。まあ、どちらからいきましょう。じゃあ、そうですね、彫刻専攻4年の金属選択をしている川口です。よろしくお願いします。じゃあ僕も石彫選択の、梅沢です。3年生をしております。はい、よろしくお願いします。もうこうね始まったということでね、そうですね、会話をしていきましょう僕もね慣れないからね、こうどうやって進めていくかね、そうですね、行きましょうかね。そうですね。じゃあまずはね、うん、もうちょっとね質問をねこうねしていきながらね、ちょっとどんどんこう話を膨らませていきましょうかね。じゃあまずね、お二方にちょっと質問なんですけど、じゃあなぜねここね美大というものね、金火じゃなくね、もうなぜ美大というこを選んだのかっていうことをね、うん、ちょっとお聞きしたいんですけど、いかがでしょうかね、お二方。そうですね、僕が美大を選んだのはもう最初は成り行きだったんですけど、はいはいはい、まあ結局物を作るのがずっと好きで、まあ父親が美大行ってたっていうのもあって、美大が一番こうやりたいことができるのかな、自分が将来やりたいことの勉強をできるのかなっていう感じで、美大受験をしようっていうふうに、そうですね、高校1年生の時かなになりましたね。で僕は普通科の学校だったんですけど、まあそこで、まあ、予備校、近くの駅に予備校があったんで予備校行って、まあ、美大受験をするぞという形で、まあ、美大を目指しましたね僕は。って感じですね。美大を目指した理由は、まあ本当にものづくりが好きだったっていうのが本当大きいですね。そんな感じですね、美大をまず選んだ理由っていうのは。いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、じゃあ梅ちゃん。僕はですね、まあみんなそうだと思うんですけど、小さい頃から絵描いたり、なんかこう空き箱とかで工作するのが好きだったんですよ。逆に言えばそれぐらいしか取り柄がなかったんで、まあ運動もできないし勉強もできないし、基本的に自分が輝ける場所が図工の時間とかじゃないとなかったんですよ。でまあなんでしょうね、延長線上でそういうことしかできないなって思ったんで、まあそれを磨くために美大に入ろうっていう、まあ延長線上ですよね、全部そういう形でまあ入ろうって思ったんですけど、まあちょっとネガティブな理由になってしまうと、まあそのまあ勉強が苦手だったとか、まあとにかくこれぐらいしかできることないなっていう理由があったのかなというのもありますね。いやでも結構ありますよね。なんか最あの学生の頃ね、結構そういう考えは結構みんな持ってると思うね。そうですよね。結構その道が狭まって限られてきたからこそ選ばれたのかなってところもちょっとあるのかな。なるほどね。もあれですよね、美大に来る人ってなんか2パターンいますよね。なんか物を作るのが好きな人みたいなタイプと、単純に美術が好きみたいな。そういるね。そうですね。現代美術好きですとか、まあなんか絵がそのとか彫刻のロダンがとか、そうですね、そういう人。僕はどうなんですかね、使っていうと前者ですよね。そう、ものづくり好き。僕もものづくり、僕もものづくりだね。やっぱり結構ね、どうですかね。でも美大に来てる人は美術好きって人って実はそん、美術好きっていうか、なんかその本当に美術をやりたいみたいな目的で入ってきた人たちって、ね、意外とあれかも、ね、意外とどうなんですかね、半々ぐらいですかね。でも、まあ、それこそなんか入る場所っていうのが現代美術じゃなかったりするじゃないですか、美術って。まあ最初に受験対策とかでやるのが石膏だったり塑像だったりするせいで、なんかちょっとこう古典的なところから入る気がするんですよ、うんうん、でいきなりこう現代美術やりましょうってなった時に、まあうちの大学だと自然観察とか彫刻はやるけど、なんか戸惑っちゃうじゃないですか。そうだね、最初にこう入ってね、うん、それでなんかそのちょっとギャップがあるなって入った時に思わされることはなくもないですよね。そうですね、うん、まあ、こうあれですね、なんか美大に選んだ理由というの、美大に入ってどう感じたかみたいなそう、ね、でも結構ね、まあ、でもね、わかんないよね、ほんとね、うん、こう美大にね、一回ね、こうやっぱ入ってみないとね、
かなかこう、そうですね、分からんことがやっぱ多い、そうですね、感じがするね。僕はなんか特に一浪してなんか、まあ、現役で入ってきた人たちよりは1年多くデッサン、ソゾやってきてたから、なんか最初に入ってえデッサンしないのみたいな。なんかもうなんかそういう感じですね。ものすごい分かるもんね。模告しないのみたいな。そうそう、模告しないの、粘土とか使わんのみたいな、なんかさ最初こういうのあるよね。そうですね。なんかその特になんか入る志望が美術がに興味があるからという理由でではないから、なんかだからこそ余計になんかえ何すればいいの。まあ何すればいいかってノウハウを探すことから始まりますよね。うん。なんだろうね、なんか。何すればいいんだろうってずっと2年間ぐらい思ってたかもしれないですね、うん、1年半ぐらい。僕はもうなんか、うん、おお始まったな時代始まったどうみんなあれ素材のさあの選択をさ、うん、なんかきっちりこれをするっていうのがさ3年からになるやん、うん、そうですね。結構その3年までの結構苦しみとかっていうのはあるもんやな。いやー僕は結構すごかったですよ。いろんなこう選んできたんよ、こうやりながらこう3年になってきてってあって、ね、結構悩みとかっていうのは2人ともあったなんてどうしようみたいな。そうですね、まあ土佐回りみたいな感じでね、彫刻から美大の彫刻、まあ、どこの彫刻かもそうですけど、うん、まあいろんな素材触ってみたいな、うん、時にやっぱりなんか最初の方のやっぱ土佐回りの時は課題が出て、これこういう台で作ってくださいとかあのがあるじゃないですか、まあ、なんかあって、で、まあ、素材が決められてて、で、なんか、やるんですけど、まあ、もちろん初めてってのもあるし、作れないんですよね、全然。そうそうそう。なんか、そうだよね、自分が思ったようなものも作れないし、なんか、なんでこれ作ってるのかもわかんないし、みたいな、うん。で、そうですね、まあ、僕が金属ね、選んだのは、やっぱり、それがなんかこう、一番、自分が思ってることができそうだって思ったのがでかかったですね。あ、それでなんか素材選んだって感じですね、僕は。その土佐回りなと。うん。梅ちゃんなんで石彫選んだ？僕はまあそのいろんな素材やるのは別に特にどの素材にも不満がなくて、うん、ああ楽しいなって感じでやれてたんで、うん、特に選ぶ時の悩みっていうのが、うん、なんかこう何をやればいいか分かんないというよりかは。どれもやりたいけど、どれか一つにすんのに迷ってたんで。おー、いいねー。それいいじゃん。だから、それいいね。あ、いいな、それ。あ、いいな、それ。いいな、それ。いや、だからなんか、これやりましょうって、定められる選択をしなくちゃいけないことに心苦しさというか、それは感じてましたね、うん、なんか。いや、なんかある、なんかこう、全部こう比べて、やっぱ石彫がちょっとやっぱ、なんかいいと思ったわけやろ。まあ、なんか自分の中でちょっとなんか潜在的に思ったわけでしょ。なんかそういうのなんかある、一つなんかこうなんかこれが石彫いいやみたいな、いくつかあるんですけど、うん、まあ一つは、まあ、硬い重いでかいですね。もうあれ前はね、確かにもうね、そうそうそう、うん、そこがいいよね、石彫ほんと。まあ確かに、うん、それはある。圧倒的な存在感は石がずば抜けてるのかなと思いましたね。あ、その作業の裏に隠れてるこう苦労というか、そうそうそう、時間が見透けて見えるのであれが一番っていうのと、あのちょっと処分が一番大変なんで確かに、まあね、でもどっちもあれだよね、金属の石彫どっちもさ、もうあとなんかもう素材がもうね、もう出てるよ、もう圧倒的な存在感だから、どちらの2年生で金属と石選択してどっちかで迷いましたもんね、うん、金属も、あ、そうだったね、外に置いてあ、ずっと置いてあるのも金属だし、まあそれもまあまた石もそうだし、うん、そのなんだろうな、こう環境に左右あんまりされないなっていうのがめっちゃ魅力的だったのかなって気がしますね、うん。どう、なんかこうやってみてなんか苦労とかっていうのはない？なんか金属の苦労ですよね。うん、そうそう。金属の苦労。なんですかね。でもなんかやっぱり金属は多分他の素材よりも道具に頼る比率が多くて、めちゃめちゃ。やっぱその学校の備品で切れないとか。確かに。だから自分で道具買わなきゃなとか。あ、そういうのあるんや。やっぱそういうのが多いかもしれないですね、金属は。へー。とかなんかなんだろう、もう本当はこういう風にしたいけど学校の備品でやるならこれしかないからちょっと汚くなっちゃうけどしょうがないかみたいなとか、あ、そういうのは結構辛いかもしれないですね。
でもまあといっても自分で作品アトリエ作るみたいになったらもっとできないですけどね、うん、そういうことは。そういうところはやっぱ金属はあれだよな。そうですね、金属の難しいところはその機械に頼らなきゃいけないっていうのが結構でかいかもしれないですね、うん、みんな用紙取るような金属の子だって道具俺も全然知らんからさ人体やからさあんま道具使うことなくてさ。そうっすね。だからもうみんな金属とかさみんなさもういっぱい道具持ってるやん。そうです、ね、もう全然使い方も知らんけどさみんな当たり前の使っとるやんもうすごいよなと思う、うん、そこは、まあ、そこが逆に金属のとっつきにくいポイントなのかもしれないですね、うん、そう。あ、結構ね、まあ、確かにそこはあるかもな、うん、もうだからそのそれこそ台座とか頼む子たちは、まあ、やれるのは多分自分でやるんですよ。そう、できるよ多分な。けど、まあ、あの溶接機とかの扱い方ってあの最初のその土佐回りの状態では、まあ、教えられないやつあるじゃないですか。ティグとか。ああ、まあ教えられない金属の機械、ね、そうですね、もあるし。でやっぱ使える人に頼んだのが一番早いんじゃないかっていうのがあるのかもしれないです ね、うん、金属難しいというか、 なんか、まあ、確かにその苦労するところとかとっつきにくいところはそういうところが大きいかもしれないですね、うん、なんか工場みたいな、まあ、なんか美大だけどうんみたいな。でも覚えちゃえば汎用性一番高いんですよね。そうそう、その最初が一番高い壁なだけで。そう、結構ね、道具埋めちゃおう。なんか石彫でなんか苦労するとか、なんかこう、いや石彫は道具しかないです、うん、そうやな、どんと手で掘ったら、直接手でやること結構意外と少ないな。手で掘ったらもう割らないですでもあるあるある。石ね、石の大変そうなのとなんか終わらない、そうそう、終わらなそうみたいな。木の長さが必要ですね。これすごいよな、ね、ちょっと、まあ、道具もあるんですよ。あの石を選択するときに柔らかい石、硬い石あるんですけど、うん、まあ、僕の場合硬い石選んじゃって、うん、3年生の前期、うん、あの死ぬほど砥石が減るんですねそうだあーもう使えんわこれってなって次買おうってなるときの、なんでしょうね、え、これどこまで続くのかなっていう、 なんでしょうね、石って結構消耗品が高いかもしれない。そうなんですよ。まあそうやな、ダイヤモンドカッターとか1枚、まあ、7000とか2万とか、まあ、ピンキーだけどね、ピンキーだけど、でもまあ、うん、国産のね、ちゃんとしたやつってなったら1万円ぐらいするしますね。そういうのもやっぱ自分で買っていくわけやなんかホームセンターとかで、まあ基本的にはそうですよね、消耗品に関しては。なるほどね。ただまあやっぱその限りがあるんで、台数にみんな共同のアトリエで使うってなると、誰かが使ってるとこれ使えないって時に自分の欲しいやってなっちゃうんですよね、結局。だからなんかそれってどの素材でも一緒ですね。そうそうそう、やっぱりなんか備品があるんだけど、そう、あるんよ、あるんよ、あるんだけど、なんか自分の道具欲しくなってきちゃって、そうそうそう、なんか買っちゃうみたいな。そうそうそう、買っちゃうみたいな。できることはできるよ、全然、うん、学校にある備品でちょっとやってると思うよな。なんで、まあ、自分で買うものが多いのはちょっとその痛いところですかね、お財布的に。まあ美大ってやっぱそういう苦労はあるよね、うん、結構その道具とかその環境とかをやっぱ変えるためにさ、なんかちょっとこうお金もちょっと必要になる時はあるわけじゃん。そうですね、そこに対する苦労はちょっとやっぱ美大生共通してあるかもね。何も買わないで卒業することはまあない、ない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 でも、やめちゃん、なんかないの、あの石セールスポイント、石セールスポイント、自分が今頑張ってるってことがすごい実感できるんで。あそれいい、それいいね。なんかこう石入って思ったんですよ。すごい当たり前のことなんですけど、うん、作品制作しないと終わんないんですよ、うん、あ、一気に進むことがない素材なんですよ、うん、継続的に学校に来て作業してで、やれるまでやったら帰るっていう、こう、ルーチンを作んないと、うん、あの終わんないんですよ、うん、それ地道なんで。で、その、なんだろうな、素材のその時間の、なんつうか、概念とか作業性とかをすごい認識できるんで、なんていうかこう、何やってるんだろうっていうのはあんまり見失わない素材な気はしますよね、うん、なんでこう、充実はしますね。なんか、虚無感に襲われないというか、虚無感に襲われない石でやってる人を、なんか旗から見てて石の人すごいなって思うのはね、なんかちょっとまあ変ちゃ変だけど、物運ぶのがまあうまいみたいな。まあまあまあ、石彫の人ってそうやね、あれね、あるあるある、なんかみんななんか運ぶのうまい、運ぶのがうまいっていう、物運ぶのうまいっていう運ぶのうまいってどういうことって感じだけど、よく分からんけどね。石は
それしかないですからまあ重いね石自体の作業の大変なところがまああるところはあるんですけど、その制作してる時もそうなんだけど、制作し終わりました、展示しましょう、そこまでどうやって持っていこうってところまでワンセットで大変なんですよね。うん、なんで、ね、だからまあ自然となんかホイストの使い方みんな覚えるしまあ、だからね、人によってフォークリフトとか取りに行くのかなって感じもするんですけど、うん、まあ、なんかそういうなんか技術的なこともやっぱりあるけど、なんか石彫の人は段取りがそうですね、すごくできるのかな、うん、そう段取りはね早い、なんか段取りが早いですね、そう早い、うん、終わるんでね、なんか間違えるとなんかその感じいいですよね、石彫の人たち、石彫のあの感じはすごい、そうですね、まあなんか物を運ぶときはあの現場と祭りがこう混同してますから石の、そうね、石やってていいところがいい、一人じゃできるもんね、だってね、そうですね、石彫、まあ、金属も多分そうかもしれないけど、うん、結構あの一人で全てはできるわけじゃないからね、そうですね、結構そのあの連帯感が生まれるよね、そうですね、みんなで結構やる、まあね、やる瞬間があるじゃん、うんうん、あのみんなで運ぶとかさ、重いもの運ぶとか、そうですね、そういう瞬間にやっぱみんなでこう集団行動するから、ちょっとね連帯感が生まれる、いやなんで石のいいポイントもう一つあるとしたら仲いいとこなんです、ね、仲いいとこなんです、ああそうそうか、みんなそういうのいいですね、うん、いいね個人プレイできないとね、そうですね、必ずあるから ね、 ね、集団プレイが、あそこがいいところですね、うん、いいかもね、そういうところ、うん、石彫は金属の場合はやっててよかったことはもうあれですよ、もうなんか先入観がなくなりますよね、あそうなんかやっぱ金属って最初美大に入る前とかなんかもうすごくあれじゃないですか、こう遠い素材じゃないですか、うん、なんか自分にとってなんかもう硬いし、うん、穴開けるのも大変だし切るのも大変だし、うん、なんかそういうのが金属選択して金属で彫刻作り出すとなんかあれみたいな、金属柔らかくねみたいな鉄って柔らかいんじゃねみたいな感じで、金属なんてあれですもんね、板なんかこうスイッチ入れてこうペダル踏んでバーン、あ切れたーです、ね、切れるし、なんか別に叩いて曲げれるし、テコで曲げれるしみたいな感じで、だからなんかそういうものに対しての先入観がなくなって、だからなんか何でも作れる気がしてくるんですよ、ね、金属やってると、うん、それが楽しいですよね、うん、あとそうですね、金属、うん、まあ石もそうなんですけど、うん、街中にあるものを見てはしゃげますからねめっちゃ あるわそういうの、自転車のフレームとか見ててここめちゃめちゃビード綺麗だぞ、分かる分かる、それめっちゃ分かる俺あるあるある、石とかもなんか石畳とか見てあこれ何々石やまあなんかあれですよ、金属とか石とかその素材やってて面白ポイントですね、うん、普通に生きてることが少し楽しくなりますいいねそれいいじゃんそれじゃあ最後になんかあの受験生に向けて、あそう受験生こう聞いてくれてるね数少ないこの方々にね多分これを聞いてる数は多分少ないと思うけど、こう今ね聞いてる人たちにさこうなんかアピールポイントが、アピールポイント最後ね、アピールポイント最後の挨拶としてこう言えばねじゃないでしょうかね。そうですね。金属は何でも作れるもん。いやまあ別にこれは金沢美大に入らないとってことではないけど、どの大学で金属やってもそうだと思うけど、本当になんか何でも作れる気分になれる。うん、本当に自分で何でも作れるかどうか置いといて、だからなんかこうすごく自分が作りたいものの視野がすごい広がる感じがして、なんかこう。まあ作品考えててこういうの作りたいな、でもこれちょっと作れないから自分じゃできないから外注しようかなみたいな、そういうのがもう減って、なんか自分でやってみようみたいな、うん、とかなんかそういうのがこうスッできるようになるのかな、金属やってたらっていう気がしますね僕は。ありがとうございます。ですか梅ちゃん、石彫の話して石ですか、はい、まあ、石は、まあ、さっきも言ったようにまあいろんなちょっと特性がありますけど、そうですね、その一つまたポイント増やすとしたら時代に逆行している素材な気がするんですよ、うん、まあ、木とか、まあ、金属とかって、まあ、なんかの素材になってるじゃないですか身近に、うん、
まあ、例えば木だったら椅子になってたり、まあ、家具になってますよね。まあ、金属とかだと、まあ、どこでもいますよね。それこそ自転車のフレームになってたりとか、身に覚えのあるところでどこでも見ることができるというか、うん、でも石ってそれがまあ基本的にないんですよね。それこそアスファルトの代わりになんか石のタイルになってる場所見ると、ああ石あるなってくらいの感覚、うん、あとはもう川とか行ってコロコロ転がってるなくらいの感覚ですよねそれをなんか人工的に加工することってすごいなんかこうなんでしょうね、アートじゃないと基本的にやんないことだし、うん、なんかそのそれに意味を自分で見出せたらすごいなんかなんでしょうね、素材とこう対話するって意味ではなんでしょう、なんかアートとして成り立つのかなって気がしますよね、すごく。まあその石はその見た人会って驚かすことがなんかできる素材なんで、なんかとっても、まあ、作業とか大変だし、あの場所もちょっとね選ばなきゃいけないところがあるけど、なんかこうすごい僕は石の先見てかっこいい石やりたいなって思いましたね。なんで皆さんも共感するところがあればこれからね共感するかもしれないね。ありがとうございます。今回はね、2回目の、ね、ラジオということでね、ありがとうね、石彫専攻の梅澤くんと金属の、川口くんに今回はね、インタビューさせていただきました。誠にありがとうございます。ありがとうございました。なんか参考になってるのかちょっとわかんないですけどいやいや、本当にね、お二方のインタビューねありがとうございました、はい。